まりました。かっこチャンネル、イエーイ。はい、今日かっこが歌う曲はこちらです。フィンガーファイブさんの学園天国。この曲はですね、1974年にフィンガーファイブさんが発表された曲なのですが、1988年、ちょうど私が生まれた年ですね、1988年に小泉今日子さんがカバーをされて、再び大ブレイクとなった名曲でございます。この曲私小さい頃からずっと聴いておりまして、かごチャンネルで歌えるのを楽しみに待っておりました。それでは聴いてみてください。かご愛で学園天国。今日カゴが歌ったのはフィンガーファイブさんの学園天国でした。いかがだったでしょうか。楽しかったです。はい、ここでですね、リクエストが届いているようなのでお読みしたいと思います。ありがとうございます。はい、スタッフの方からリクエストが届いております。カゴさん、学園天国お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は学園天国ということで、かごさんもバンドメンバーも制服での演奏でしたが、そんな中でかごさんはギャルメイクになみなみならぬ意欲を燃やしてましたが、今日のメイクのポイントを教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、今日実はちょっとギャルメイクをさせていただいてですね、学園天国って結構こうなんてやんちゃな感じがテーマだったので、制服もですね、普通の、なんて言うんですか、制服ではなくてですね、ルーズソックスを履いたりとか、でもちょっとアイドルに憧れるギャルっていうのがテーマでやらせていただいてですね、メイクなんかもな、小ギャルというちょうど1998、99、2000年ぐらいにですね、すごい流行った
コギャルを意識してメイクをさせていただきました。目の下を白くしたりとか、口をちょっと白くしたりとか、本当はねもっとやろうかと思ったんですけど、あのカゴチャンネルスタッフにいやだんだんカゴちゃんじゃなくなるからって言われて、あそうですねって言ってやめました。はい、で私カゴはあのギャルにすごく憧れているんですけど、これ憧れていたのは今だけじゃなくて10代の頃からずっと憧れていて、その制服を着てなんかギャルメイクをしてプリクラを撮ったりとか、昔ね私たちの世代って結構コギャルとかが流行った世代なんですけど、ルーズソックスはもちろんミニスカートで、なんかエクステ髪のエクステを絶対つけて髪をロングにして、でちょうど浜崎あゆみさんとかが流行っていた時期で、もうなんかもう浜崎あゆみさんはもうなんかギャルの中の神様みたいな感じだったんですけど、私もなんかそのモーニング時代に学校が終わってその仕事がなかった時はギャルメイクをして、ちょっとねそれ今度 YouTube で見せようと思うんですけど、がっつりギャルメイクをしてプリクラを撮るっていうことにハマっていて、で私が、私の青春のアニメがピーチガールというあのコミックなんですけど、それも全巻も見ましたし、もう本当にギャルに憧れますのでね、この間番組で一緒だったゆうちゃみが本当に可愛くて、もうなんかギャルにしかないあの独特な元気さとか可愛さがもう胸キュンでした過去は。はい、なので今回、ギャルをさせていただきました、すいません。はい、というわけでですね、過去にこれからもこんなことをやってほしいっていうことがあればですね、メールやメッセージでどんどん受け付けておりますので、今後歌ってみた以外ででも頑張ってサブコンテンツ充実させるぞと思っているので、よろしくく。かっこ悪いねすいません。以上かっこチャンネルでした。